昨日の動画で紹介したレーザー照射の映像公開、もう相当な話題になってますね。 YouTube の急上昇ランキング第1位、再生回数は一気に200万回を超えています。すごいですよ。それだけ世間の関心が高いっていうことですね。読売新聞の報道によると、関係筋の話として、韓国は当初映像を出さないでくれと要請していたようです。もうそんなこと言ってる時点でやましいことありますと言ってるようなものですよ。向こうが初動の段階で素直に謝っていたらこんなことにはならなかったんですけど、自業自得です。日本としては正当な抗議をしているに過ぎません。だって韓国がそれ照射して謝らない、それでいて嘘ついてるわけですから。この件に関して様々な報道があります。その中にこんなものがありました。韓国駆逐艦による海上自衛隊哨戒機への火器管制レーダー照射問題をめぐり、日韓の主張がぶつかる中、防衛省が証拠として当時の映像の公開に踏み切った。同省は防衛当局間の関係を一層冷え込ませると慎重だったが、韓国に苛立ちを募らせる安倍晋三首相がトップダウンで押し切った。日本の正当性を世論に訴える狙いだが、泥沼化する恐れもある。防衛省は当初、映像公開について韓国がさらに反発するだけだとの見方が強く、いわや防衛省も否定的だった。複数の政府関係者によると、方針転換は27日、首相の鶴の一声で急遽決まった。韓国政府は11月、日韓合意に基づく元慰安婦支援財団の解散を決定。元徴用工訴訟をめぐり、日本企業への賠償判決も相次ぎ、首相は韓国に対し相当頭に来ていたという。今のは時事通信の記事なんですけど、安倍総理が土地狂って映像を出したみたいな、書き方になっていますね。だけど映像なんてさ、あれ出して当たり前でしょ。むしろ本当ね、出してくれてよかったと思いますよ。これがね、民主党時代なら確実に隠蔽していたでしょうね。それであの猿馬見れんだろう大会のおばさんがコツンと当たったとかね、なんかそういう表現でごまかしていたと思います。今回のレーダー照射事件をまともに考えたら、韓国が悪いって誰にでもわかると思うんですよ。レーダー照射自体も問題ですし、無線にも出ないし、嘘ばっかりだし。ただそれなのに、この記事を多くの左界隈がリツイートして安倍がーって言ってるんですよね。いろいろツイッター見てて傑作だったのはこれ。一体日韓関係を泥沼化させて誰が得するんだ、流行る防衛当局をなだめて穏便な外交決着を図るのが真っ当な政治だが、安倍はまさに逆。まさに逆ってさ、この人の非難する対象がまさに逆ですよ。ちなみにこの方のプロフィールを見ると、朝日新聞に36年勤めたとか。頭のいい人が考えることって高度すぎて分かりません。根本的に考えていただきたいんですが、関係を悪化させて泥沼化させてるのって韓国ですからね。それを日本だけが穏便にってさ、だから要はある事象を隠すっていうことですよね。それってこの界隈が大嫌いな隠蔽なんじゃないの。普段盛りかけがどうだとかで情報出せ出せ言ってるでしょ。今回出たじゃん。むしろ喜ぶべきなんじゃないでしょうか。他にも面白いものがありましたね。ある小説家の男性も先ほどの記事を引用して次のようにツイートしています。戦争はいつも些細な衝突がきっかけだ。公然的な安倍首相は本当に健能な存在。本当に心臓病こじらせすぎですね。ここまで来るとご愁傷様としか言えません。火器管制レーダー照射っていう韓国の危険な行為をすっ飛ばして、安倍が公然的って、これもうわけわかんないですね。公然的っていうなら、火器管制レーダー使った韓国の方が公然的なんじゃないでしょうか。まずそっちに言うべきですよね。本当バカじゃないの。僕はこれまで緩やかな括りで左界隈とか言ってきましたけど、はっきり言った方がいいのかもしれませんね。彼らは左翼でもリベラルでも何でもなくて、ただの反日です。今日は昨日より声が出てなくてお聞き苦しかったと思いますが、早く直したいと思います。チャンネル登録もぜひお願いします。